Ha!
あら、僕たち何をしてるの？何かいいものでも見つけたの？ なんかしちゃダメでしょ。浮気。あら。厄介なもの見つけちゃったわよ。 私の柄じゃないけど、成り行き上今回だけは特別にサービスしてあげてもいいわ。あんたたちを片付けるついでに。 私、子守歌を。マミー。こら、こら、待ちなさい、おちびちゃん。私はあんたのママじゃないわ。でも、マミー。そのマミーって呼ぶのはやめなさい。
私はこの世に嫌いなものが二つあるの。ゴキブリと泣き虫よ。泣いてるゴキブリなんていたら気絶するわ。だから泣くのをやめなさい。はい、マミ。上出来。あんたこんなところをうろうろしててよく無事だったわね。それでお名前は？セレッサ。セレッサ。ちびすけ、あんたこの町の子じゃないわね。どこから来たの？お家から来たの。そう、それはさぞかし長旅だったでしょうね。それで何しに来たのかしら？パパがおいでって言ったの。そのパパは一体どこに行っちゃったの？お仕事に行くってどこかへ行っちゃったの。私もお家に帰る。私はあんたとは一緒に行けないの、わかる？一人でお家へ帰りなさい。でもマミ。ああいいわ、チビスケ、ここから出してあげる。でもすぐそこまでよ。あ、もう。ただし泣き虫は嫌いだからね。いい？涙一粒でもこぼしたら置いていくわよ。わかった？オーケー、マミ。
と。まったく迷子になるわけだわ。マミー。大丈夫、怖いのは最初だけよ、何事もね。で、ご用件は？もしかしてパーティーへのご招待かしら。デザートが楽しみだわ。最高のおもてなしね。まさかダンスパーティーなんて。それじゃあチビスケ、よく見ておきなさい。Yes!
Thank you.
マミ、お前が母親？チェシャー、冗談はやめてちょうだい。私が子供なんかに興味があると思ってるの？作り方なら興味なくもないけどね。いやまあ確かにそうだな。そうだなってのは作り方の話じゃなくて、その俺だって別に興味ないぞ全然。そんな話はともかく、ここで山を張ってたのは正解だったようだ。まんまとお前が現れるとはな。セレブなオエラ型どもが住んでるあの島に渡るとなりゃ、この先の海上ハイウェイを通るルート以外にね。どうだ、違うか？ああそうね、あの島へ行くところだったの。きっと素敵な場所でしょうね。あら、何の真似？何をとぼけてやがる。この子に妙な術をかけて連れ回して、一体何をしようってんだ。魔女のやることは理解に苦しむぞ。俺が親父を殺されたのもちょうどこの子くらいの。待て、お前まさか、まさかこの子の両親まで俺の親父と同じように。考えてみればちょうどいい機会ね。その子あんたに任せるわ。何？ちゃんと面倒見なさい。出ないと承知しないわよ。目に見えない怖いお化けがあんたたちを狙ってるかもしれないからね。Thank you.